覚えがありますか。確か湯の近くであったな。参りましょうか。はあ、なんと美しいこと。ああ。なぜここに？お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。はあ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえいえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。獣がおればよいが。獣がおればよいが。獅子だ。ユリが待っておるな。食わせてやろう。ユリ、ユリ、馬がおらぬ。いずこへ。来い。
粉なと薬草この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。どなく着きます。墓どころ？ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは
病の若様を抱えて、あなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと、奥方様が亡くなったあとでした。忠様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、はあ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか？ああ、覚えておる。あの時、若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で、嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。様、何が見えますか？金田の木。いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。そなたには何が見える？ユリ、休むがいい。力は我らの周りにある。栄えたものもやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。
気持ちを入れ替えられる。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。刃を太陽のごとく輝かせましょう。きっとお気に召します。礼を言う。またいつでもお越しください。どんな鎧でも結構です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。道中どうかお気をつけて。昔死にかけた。どうやって志村様のお城が落ちたか聞いた。やめてくれ。俺が何をした。妹子は刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。矢筒を新しくいたしませんか。お役に立ててください。跳ねたの木では米をため込んでるだろうな。またいつでもいらっしゃってください。何かご入り用でしょうか。手に入りにくいものが揃ってますよ。全て奪われた。何があった。賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った。北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうかお許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。ノリオだ。だが他の層がおらぬ。至るところにおわします。そして我らを見て声を聞いているのです。これからも頼むぞ。
猛虎の足跡、奴ら民に何をした。猛虎の小屋、民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった、この染め、猛虎のものなのか。これは勘どこ、猛虎の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サランボルダンジャラン、ボルダンジャラン、バダンジャラン。あの郷で仲間を鼓舞しておる。郷を引いた兵が決まっておる。強で仲間を鼓舞しておる。あらてか。
同盟が民を苦しめおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジェン、手を貸さんか。お前は死ぬのが修行のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待ってる。いつでも立てますぜ。坂井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。坂井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い、ソラ。
ソラ、ソラ、馬は無事だろうか。ついたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。出口はどこだ。よし、うまくいった。砦は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして空、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。네게뭐쳤어뭐나를잘믿지마어선잡부Самурай бурга де тоша.
お前が太田か。対馬に送った石膏全て切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。下れ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の長に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前にクスシを探そう。タチはどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。さて行くぞ。こっち。幾年も過ぎたが境取りでは無事であった。ここのこと？父が建てた。ははそりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、境家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらんぞ。叔父上にさえも。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失ってその辛さ抱えきれた時に辛く思う。
崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。おのれ、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ここは？ジン、どこにおるん？父上！哀れな子、父を亡くし魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん、か弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。陣でやられた。急げ。お待ちを。全て賊どもの計略。我が兵が撃たれん。父上、陣走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが主情のためだ。父上、生きてるか？大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ？答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った？戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。
俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらく。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。ジン、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川のジン殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。